こんばんは。まさたかさん、トータイスタンプありがとうございます。竹本さん、かわいスタンプありがとうございます。ヨビティーザラダさん、ファイトスタンプありがとうございます。岩田さん、ダルマありがとうございます。瀬戸内さん、ハードありがとうございます。キヨシさん、ハードありがとうございます。食べ過ぎたイモニだです。すごい。ダルマありがとうございます。チョロさん、ダルマありがとうございます。今日はこの後英語を使用かなと。ストッチさん、誰もありがとうございます。海外生活の感覚、いや、ただただ英語をね、話せるようになりたいんですよ。街中で外国の人に、そうですね、結構佐賀県は、佐賀県国際空港とかあるし、韓国とか中国とかも近いので、結構なんていうんだろう、観光客の方が結構ねいらっしゃいますね。あとその時に結構聞かれますね、ここどこに行くのって。そう、結構同級生でも、佐川乙女ミュースターってアイドルさん知ってる？ももちゃんとりのちゃんですっけ。はい。ももりのですよね、今。前は4人ぐらいだったんですけど、確か。そう。そういえばそういうアイドルさんいたなと思って、佐賀代表だし、ちょっと、仲良くなれればなと思って、普通に佐川とミュースターって調べたら、もう2人小学校、この前卒業したかな、
で今中1になった女の子たち2人が多分ももはちゃんとりのんちゃん、どっちも可愛い。水着聞く人もいるしすね。そうかな、居合わせた日結構でもそう聞きますね。はい、あとは何だろう、あの英語の授業の時にね、あ今日先生昨日の帰り道に道聞かれましたとか、道聞かれたので答えましたよみたいな感じの会話も結構中学校とかはしてましたね。そう、英語の先生がね、そう英語の先生がなんだろうな、めっちゃ明るい先生だったので、そう、ケモトさんハートありがとうございます。シンゴさんハートありがとうございます。海外じゃん、ワンちゃん外国とかに少しの間行ってたりしたかもですね。そう、もともとお父さんが留学してたので高校かなの時に、なのでそれの影響で行きなよってなってた。ニュージーランドとかいるし、そうなんだ。確かニュージーランド留学とか結構ありますよね。ニュージーランド、オーストラリア、そういう系。そう、せっかくだから行きたいなと思ってましたね前は。デジロさんハートありがとうございます。シュンコさんハートありがとうございます。ホストファミリーはでも憧れますね。少し水城サンダルもありがとうございます。佐賀は寒い、お昼は全然寒くないんですけど朝がすごい寒いですね。お昼があったかい限り。
キウさん、ハートありがとうございます。そう、朝はね、日本海側の県って九州でも寒いよ。そうですね、日本海側もでも九州、そうだな、福岡、佐賀、長崎はぐらいしか気候は多分同じというか、鹿児島の方になったらもっと暖かいと思うんですけど、だいたいそんなに、東京のが暖かい時とか結構多々ありまして、うん、結構ある。ソラさん、ハートありがとうございます。黒潮の関係、うん、そうなんだ。佐賀の豚骨ラーメン美味しいですか？佐賀の豚骨ラーメンはほぼ博多の豚骨ラーメンなので、また九州のラーメンといったらもう豚骨なので、豚骨ラーメンをね、ぜひ美味しいとこ調べていくと本当に美味しいので。エンジョイモカタさん、タコありがとうございます。キヨシさん、ハートありがとうございます。わーい、タコ。ユーカリンが毎日コスプレしてくるもん、飽きたよ。よくあんなに衣装持ってるよね。まあ前ね、やってたからあれだけど、そう、いっぱい持ってるんだろうけど、なんかあれなんですよね、コスプレするの、コスプレをねしたいなとは思うんですけど、したいなとは思うんですけども、なんかコスプレ買う代もったいないなと思うんですよね。コスプレ買うぐらいのお金があるなら、それでね、お洋服とかを買いたいなって思うんです。そう、私は。イランチュさん、ありがとう。キヨシさん、ハートありがとうございます。東京でおすすめのラーメンはある？でも九州メンバーとか、あとミサキとかとメンバーがたまに、だからメンバーが結構好きなのは、やっぱり一蘭ですね。一蘭はメンバーみんな好きですね。そう、準備の衣装好き。私も可愛すぎて好きです。本当に衣装っていいよね。だって衣装なかったらね、華やかさが足りないと思います。いつもファンからプレゼントできる、着るくない、着ると思います多分。何のコスプレ？でもコスプレって言ってもね、アニメのキャラクターとかしかあれですよね。全然わかんない。お、石広さん、熊田はありがとうございます。一蘭はそうですね。一蘭は、うん、一蘭はやっぱり、違うだ。一
シュランはどこ行っても美味しい。結構メンバーもね、あの一蘭結構行ってますね。今日も一蘭行ってきたとか言ってゆこちゃんたちが言ってたり。でもケイクさんハートありがとうございます。キヨシさんハートありがとうございます。あれイチラン高くない？イチランはでもその分美味しいと思います。そうですね、あとはイチランはあの自分の好みの味にこの辛さにしてみようかなとか、日によってね気分も違うから、分けらなんか自分で選べるの本当に嬉しいですね。替え玉はでも替え玉あんまり最近しないですね。結構お腹弱いなっちゃう。ゆでちゃんぽん、それはちゃんぽんですけど、ちゃんぽんだとゆでちゃんぽんですね。でちゃんぽんっていう佐賀のちゃんぽんがあるんですけど、長崎ちゃんぽんとは違って、ちょっとお待ちください。ちゃんぽんとラーメンは全然別物ですね。いただいたのを使います。かわいいワンピース、かわいいな。ゆでちゃんぽんは普通に長崎ちゃんぽんがねちゃんぽんだと有名だと思うんですけど、あ、これ付箋か、普通かノートに貼ろう。長崎ちゃんぽんが有名だと思うんですけど、そう、長崎ちゃんぽんは魚介がねベースなんですよ。魚介ベースのそうちゃんぽんなんですけど、あの佐賀のちゃんぽんは豚骨ベースなんですよ。だから豚骨ラーメンが好きな方はぜひ、そう豚骨ベースのちゃんぽんなんですよ。でめっちゃ美味しい、野菜もたっぷり入っててめちゃめちゃ美味しいです。はい、だから豚骨ラーメン好きな方とかは本当に豚骨のけどちょっとあっさりというか長崎ちゃんぽんレベルのあっさりではないけど、あっさりもしてないけど、そんなに豚骨感は出しつつそんなに強くはない。でもめっちゃコクがあるっていう感じ。そう。もう26万ポイントになってる。ありがとうございます。すんごい減りました。
替え玉なし、替え玉はね食べれないんですよ今。もうお腹すぐお腹いっぱいになっちゃうんですけど、前はたまにしてましたね。キヨシさん、ハートありがとうございます。信州ラーメンは結構有名ですね。リンガーハットは長崎ちゃんぽん。岩田さん、ハートありがとうございます。ウォーターさん、だるまありがとうございます。キヨシさん、ハートありがとうございます。そうですね、東京だと東京にいると、いでちゃんぽんとかはねあるのかな、ないよね。いでちゃんぽんはでも伊万里ちゃんぽんさん、普通に伊万里ちゃんぽん新橋店さんが、伊万里ちゃんぽんイコール、この伊万里ちゃんぽんさんが伊でちゃんぽんさんの派遣校、派遣校じゃないっていう感じのイメージでいてくれると嬉しいですね。確か伊万里ちゃんぽん、ご兄弟さんがやってるんじゃないかだっけ。ちゃんぽんって何スープ、何スープ、でもさっき言った通り、ちょっと魚介ベースは、魚介の魚介が、長崎、魚介ちょっと入ってるけど豚骨ベースなのが佐賀のちゃんぽんですね。キヨシさん、ハートありがとうございます。そう、娘さんですよね、娘さんだっけ。そうが、ちゃんぽんさんに行くと食べれると思います。あとはカツ丼ある、置いてないかな、なんかひでちゃんぽんさんの丼だけに特化したお店、丼と、あと丼とかカツ丼、カツ丼とかに特化したお店があるんですけれども、はい、マリちゃんぽんは昔いでなんだ、いでちゃんぽんだった、いでちゃんぽん、そうですね、娘さんかながやってらっしゃる。47分50分になったら、あれをします、スルおります。ウォーターさん、ハートありがとうございます。ソラさん、ハートありがとうございます。
ヒューさんハートありがとうございます。ヒュー、ゆでカツ丼、そう、あ、それだそれだそれだ、それです。ゆでカツ丼、ゆでカツ丼はあのゆでちゃんぽんのカツ丼、ゆでちゃんぽんさんのカツ丼がめちゃめちゃ美味しいんですけど、そのゆでちゃんぽんさんのカツ丼のお店、ゆでカツ丼、東京にあるのかな、東京駅で出てきた。あるのかな？ないっぽいな。そう、福岡空港にあるんで、ぜひあの福岡空港を使った際は食べてみてください。伊勢か伊勢カツ丼。と福岡空港。ひとちさんハートありがとうございます。東京駅ってないわ。東京駅っていうね、あの調べるやつが出てきたので、福岡空港しかまだないのかな。福岡空港のやつがいっぱい出てきますね。ゆでちゃんぽんは昔定食屋でカツ丼、ちゃんぽんよりカツ丼が、そう、カツ丼が有名だったんですよ。よく知ってるね。カツ丼が有名だったんですけど、ちゃんぽんもね有名になってきて、けどカツ丼ファンもめっちゃいますね。本当に美味しい。カツ丼が好きな方にはぜひ食べていただきたいと思っております。そう、いまりちゃん、いまりちゃんぽんでカツ丼があるんですけど、それもそうです。そっちさんハートありがとうございます。いや、ちゃんぽんって結構お腹膨れるので、両方はすごい食欲がある方にぜひいう感じです。そっちさんハートありがとうございます。それでは、これは横長いのかな、今日はクッキさん、ハートありがとうございます。瀬戸内さんハートありがとうございます。ハンバーガー好き、ハンバーガー好きです。カラツバーガーというハンバーガーがあるんで、佐賀県に来た際はぜひ食べてみてください。
チョロさん、どうもありがとうございます。キューさん、ハートありがとうございます。瀬戸内さん、ハートありがとうございます。それでは読みます。真っ青な空を見上げて誰かのことを思ってますか。今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街、歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、福岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、和歌山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。47の素敵なあの街、歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の輪。よし、オッケー、できました。ハートありがとうございます。明日は最終日です。ちょっと時間が変わってくるかもしれないんですが、ぜひよろしくお願いします。それではランキングを読みたいと思います。13位、あのね、サーミンさんが最高ありがとうございます。12位、マサさん、マック最高ありがとうございます。11位ストラサーミスさんのありがとうございます。10位ユガトさんありがとうございます。9位マサタカさんありがとうございます。8位シュンゴさんありがとうございます。7位キヨシさんありがとうございます。
福井恵美月さん、ルナさん、ありがとうございます。5位ベルちゃん会長さん、ミサノはありがとうございます。4位佐藤さん、ミサノはありがとうございます。3位竹本さん、ミサノはありがとうございます。2位エンジョイ誠さん、ありがとうございます。1位石弘さん、ありがとうございます。それでは、くしゃみでそう。それでは、あと1分で終わります。よいしょ。明日はラストデイなので、あとで時間をまたこれに書いて、ここに書いて出します。それでは2621人の皆さん、本当にありがとうございました。また明日朝よろしくお願いします。それでは終わります。13位まで23万ポイント、すごく減りましたね。ありがとうございます。それでは終わります。バイバーイ。